こんばんは。今回は8月30日リリース百戦錬磨強者の戦国やっていきます。ゲームは今まで自分がやってきた信長の野望とか、あと雷金とか、あとインフィニティキングダムとかですね、ああいう感じですね。シミュレーションゲームになってます。で、おそらく、日本の戦国時代だと思うんですよね。この今出てる絵が日本の絵だと思うので、武将の日本の戦国時代を舞台にしたシミュレーションゲームだと思います。表示がね、縦表示になってます。やっていきます。ボイスはないっぽいですね。え、足利？二条。ああ、そうか。え、時代背景がちょっと。ボイスはない。残念。あとね、レビューがちょっとね、説明があまりなくて難しいって書いてる人もいましたね。あ、選ぶんだ。あ、こっちは女性かな？他にはない。あ、4人の中からか。これかな？ちょっと軍師っぽい感じ。これにしよう。あの時、そなたが命を懸けて助立ちしてくれたこと、感謝いたす。この恩は、決して忘れまいぞ。おお、いいね。ボイスあるんだ。こたび、そなたを呼び出したのは他でもない。こちの直轄領の一つが管理されていない状態である。その領地を任せたい。そなたは並外れた才能を持っているので、立派に治めるであろう。なるほどね。自分はボイスがないんだね。でもいいわ、ボイスあるんだったら。家臣として雅を配下につけよう。雅は聡明で財政管理の心得がある。多岐にわたって支えてくれることになるだろう。さ、早速支度をして領地に向かってくれ。ああ、ここら辺はでもよくある。今までやってきたゲームと一緒だ。画面の左のこのハンマーの形は2箇所多分建設ができるんだと思います。親方様、城外には広大な未開発の土地がございます。その土地を農地として利用しましょう。万が一に備えて兵糧を蓄えることができますよ。これね、他のゲームと一緒だったらレベル上げるに従ってね、時間がものすごくかかるんですよね。もうね、なんだろう、こういうのは全部武将に任せてほしいな。光栄の昔のタイプみたいに委任でも全部できないかなと思いますけど、できたら楽だと思うんですよね。無料ね。これなんか建物がちょっとあれだな。絵はいいですね。なんで横じゃなくて縦にしたんだろう。はい。ああ、なるほど。ここをタップして無料で即時完了しましょう。はい、わかりました。ここね。兵糧を集めてください。兵糧、はい。ここか、はい。城を守るためにもっと多くの兵士が必要です。親方様、足軽長屋を普請してください。はい。あ、ここね。はい。最初はいろいろ教えてくれるんで楽だ。あ、しかも。説明がないとか言われて。親方様、兵士を訓練してください。わかりました。結構説明してくれるな。レビューは結構説明がなくて難しいって書いてあったけど、細かく説明あるな。 A は10か、 OK。 米600使うんだ。はい。普通将兵では多種多様の武将を獲得することができます。しかしこの地には不正室の逸材がいるはずです。親方様、もっと探訪してみましょう。はい、
ガチャっぽいやつかな。おお、いいね、無料がある。カリヌ殿、私の命が尽きるまで戦い申す。時代背景が結構バラバラだな。山本勘助になってるな。武田信玄の軍師ですね。漢字が合ってるかどうかちょっとよくわかんないけど。拙者は親方様のために剣馬の労を尽くします。合ってんのかな、時代背景よくわかんないな。さらに多くの武将と兵士を配下に置きたいのであれば、領土を拡大し親方様の名声を上昇させましょう。はい、親方様、目標任務を達成してメインストーリーに進んでください。はい、わかりました。結構あれだな、似てる今までのゲームと。自分が今までやってきたゲームと結構似てますね。表示横にしてほしかったなぁと思うけど。あ、喋んなくなったよ。で、あ、一応もうチュートリアル的なもの終わったのかな。ここを設定で、あの設定、あ、CG 再生とかあるな。このボイス設定が、BGM とかあと SE 音ここ決めるみたいですね。ちょうど最初から半分になってる。ゲーム設定は画面表示はないみたいですね。 横にできるんだったら横表示にしたいなと思ったけど、ゲームによっては縦表示を横にしたりとかできるんですけど、ないみたい。いいかな。で、やるのはこれやっていけばいいと思います。これね、はい、タップして解放で、ここに作ればいいんだね。何か作るか。あるものをずっとやっていけばいいんだと思うんですよね。時間どれぐらい？ 2 分か。結構かかるな、木材。でもいいか。あ、無料なんてある。この無料にできるのはおそらく VIP かな。ここら辺。何かあれば。これ。あ。ちょっと違うな、いつも今までのと。自分自身になんか装備みたいのがありますね、領主に。自分が戦うわけではないんだと思うんですよね。あ、無料がまだある。舞台、あ、残念、武将必ず出るわけではないんだ。こっちは、あ、無料5回あるぞ。武将欲しい。かけらなのかな、これは。時間か、5分刻みで5回。これは今までやってきたインフィニティキングダムと一緒だ。回復終わった。これは何、課金ですよね。あんまり高くはないけど、無料があったりするんですけど。あった、今日の手取り金。買わないのかな。それとイベントクリアしてるのがありそう。やってる。あー、なるほど。もう一個は違うんだ、2個目が。
個解放するためにこれがいるのかな。これは何でいいのかな、このゲーム内通貨。新信長の野望だったら長銀って言ってたけど、ちょっとよくわかんない。銅線でいいのかな、ちょっとよくわかんない。ここでとりあえず終わりでしょ。で次だ。水と魚のように切り離せない関係というのは良いものですね。来た来た。家康のところの武将ですね。なるほどなるほど。ボイスはなくなったけど悪くはないです。やるのは一応ここ?これをやっていけば画面の下の、あ、一応チャットあるんだ。ここ出てる、チャット。アニムってここに出てるね。あ、なるほど、悪くないような気がする。画面をちょっと表示が縦っていうのが見にくいけど、これね、もう最初から寝るようにしとけばいいんだ。あ、3章から、残念。6、あ、ここでも他にも作れるんじゃない。同じのしか作れないんだろうか。分かりにくいって書いてあったけど、自分にはすごく分かりやすいな、このゲーム。20でよかったはず。ということは、ここら辺でいいのかな。これで、クリア、あ、クリアじゃない。できるまで待たないといけないのかな。あとは、あ、バリアみたいなの貼ってありました。最初は保護されてるんだと思うんですよね。治療か。OK。即時治療っていうのもあるな。戦闘の、あ、これまだできてないんだ。はい、これ、違う、やんないと。ここら辺でも即時でいけそうな気がする。無料でできるやつはマークついてますね、この緑の矢印。これがあれば、まあ、即時でできるってことですね。ここら辺もそうだね。資源が足りなくなるかもしれない。いいですよ、あのグラフィックも悪くない。ちょっとさっきのミッションができないな。あ、うん、ちょっと今出てるんだけど、あ、よかった、あ、分かった、これか、これのレベル、これを3にしろってことか。うわ、今度はこのレベル、これか。12分かかるな。わ、ちょっと時間かかる。そのこれを、時短するアイテムもあるんで、ちょっと使っちゃいましょうかね。加速、あ、ちょっといける、復活、ダメだ、資源が足りない、ちょっと木が足りなくなってやめとこう。
とは次は兵かな、今やってるやつちょっとまだできてないんでこれかな。あと50秒ぐらいできますね。そうするとクリアで次やってみたいな。最初のうちだから多分そんな戦いもないんだと思うんです。一族っていうのこれ同盟のこと言ってんのかな。一族、うん、そうだね、多分同盟のことだと、同盟の感じだと思いますね。グラフィック悪くない、曲も悪くない。こんなに、あーこれまだね、OK、イベントクリアがあるよ、うん、一括ない、はい、手取り、はい、悪くないですね。なんか思ったよりいいな。最初内政しないといけないんですよ。これがね自分ちょっと面倒なんで、できたら武将にしてね勝手にやってくれたら楽だなと思いますけど。次だ、を取りなさい、誰にも打ち手などと呼ばれぬように。あの信長の教育係ですね。武将のレベルか、どの武将上げよう。結構増えたんじゃない、ほら、あガラシャ召喚できるな。じゃあガラシャ散りぬべき時知りてこそ世の中の好みが朽ちても SR なんだ、信仰は捨てはいたしませぬ。じゃああれだな、ここら辺は良い政治は勝ち、悪い政治は負け。どこで見るんだろう。勝負のもとは国を押さ散りぬべき時知りてこそ世の中の花も花なれ、これが人も人なれ。攻略、リアリティを見るのがちょっといまいちよくわかんないけど、こう多分左からかな、この感じ。信玄公が太陽であれば、助けあげようか。私は月影のような存在にございますな。足りねえ、ない全然。じゃあこれ昇進、レベルを上げたいんだよな。昇進違うな。上がった？あ、2になってない。あ、わかった。今セットしてレベル1上げるのにこの経験値が800いって今3000セットしましたって、昇級をしたら10年間もかけて諸国で得得した兵法を、あ、これ結構あれだな、面倒だな。親方様のために使うのじゃ。じゃあ3万でいいや。1個、そういうこと。あ、おいおい10年間もかけて諸国で得得した兵法、ね、親方様のために使うのじゃ。これでさっきのやつはクリアだ。ちょっとあれだな、今のは分かりに、あれ10にしたんだけど10になってない。あ、9で止まってるってことになってるんだ。じゃあもう一回だね。信玄公が太陽であれば、私は月影のような存在にございますな。1000ぐらいだ。10年間もかけて諸国で得得した兵法
親方様のために使うのじゃ。次は領主の添付か。オッケー、これか。はい、添付が3あるな。あー、これ似てる。戦争発展、これ内政系ですね。こっちが、まあ、戦争に関係、補助か、速度とか、うん、行軍速度ね。オッケー、こっちかな。やっぱ戦争ゲームするんで戦争系がいいと思うんだけど、学習123で終わりかな。3つしかなかったよね。あ、まだある。あと9があるわ。2つ上げて、次はどっち？歩兵か。歩兵は結構下まで行かないとないな。1、2、3、4、5。あ、無視していける。先にいけるんだ。なるほど。じゃあこれも終わりだ。 OK。 どっちかを覚えるだけでいけるみたいですね。これね、ゲーム始めたばっかりはね、特にね大きな動きないんですよね。自分も今あの保護されてるし、地味にこの任務をやっていくしかないんです。あ、武将任務っていうのがあるんだ。どれですか。あ、これか、任務。あー、なるほど、任命するんだ。わかりました。あー、マークついてる。任命ガラシャ。あ、一括があるな。こんな感じでいいのかな。技能学習、はい。スキルのことかな。信玄公が太陽であれば、私は月影のような存在にございますな。わかりにくいな。もう一回。技能学習を1回。信玄公が太陽であれば、私は月影のような存在にございますな。これかな、戦闘技能。このことかな。違う。獲得いいのかな。ダメか。居酒屋。はい。技能商店で技能買う。これちょっとハマるな。ここは信玄公が太陽であれば、私は月影のような存在にございますな。と思ったんだけど、一応出るんだ。これでこっちだと思ったんだけど、ちょっと厳しくないですか。信玄公が太陽であれば、私は月影のような存在にございますな。厳しいんですけど、ちょっともう一回、分かりにくい。レベル20か。厳しい。信玄公が太陽であれば、20いかないんじゃない。これいくかな。私は月影のような存在にございますな。何するか。
10年間もかけて諸国で得得した兵法を親方様のために使うのじゃ。結構使ったな相手も。10年間もかけて諸国で得得した兵法を20 OK 親方様のために使うのじゃ。これでさっきの技能で変えるんじゃない。これ違う、あれこの上か、これか。おお、マジか。足りないよ、資源が 500K とかなってる。あーちょっと厳しそう。あ、無料っていうのがあるな、無料更新。あーうん、値引き、あこういうの狙うんだと思うんですよね、この 50% オフになってるやつとか。なるほど、じゃあちょっとしばらく外で NPC 倒すしかないかな。いや悪くないですね、時間があるときじっくりやりたいですね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。